どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、メルカリと、NTT ドコモがですね、提携して、キャンペーンをね始めたんですよね。メルカリで D 払いで最大 20% ポイントバックキャンペーンですね、まあ、こちらを始めたんですよね、まあ、これをねちょっとね今日解説していきたいなと思います。でこのキャンペーンどういうキャンペーンかというと、メルカリで、まあ、フリマアプリのメルカリで、支払い方法を、D 払いを利用してね、決済すると、まず最初に 10% ね付与されるキャンペーンっていうのがまず開始されています。で、こちらがキャンペーン期間がね2月1日から、2月24日まで、やっているキャンペーンで、上限が、1万円分のポイントまでが上限で、こちらね D ポイントで付与されますということです。で D ポイントの期間限定ポイントっていうね、まあ、期間がまあ決められているポイントで付与されるんですよね。で付与時期が3月31日というふうになっていますということなんで、だいたい2ヶ月ぐらいがまあ使用期限っていうふうになります。このねキャンペーンは、クーポンでね利用して支払いをしてしまうと対象外になってしまうんですけども、まあ、ポイントで支払っても、ポイントがもらえるっていうね、まあ、それがまあおすすめなポイントっていうところなんですよね。ちょっとポイントって言い過ぎてよくわかんない感じになってますけども、支払い時にねポイントを使っても今回のこのポイント対象っていう風になってるんですよね。これ D プライで、メルカリで決済するとですね、決済手数料っていうものがかかるんですよね。100円かかるんですよね、100円分で。もうこれも、20回までね、この100円分の決済手数料の100円分も、D ポイントの、期間限定ポイントでね、ポイントバックみたいな感じで、利用することができます。で、こちらも先ほど同様ね期間限定ポイントで付与されて、期限が5月31日までっていう風になっているんですよね。でさらに、これ先ほど言った 10% のキャッシュバックキャンペーンと、さらに併用して利用できる、毎週 D 曜日キャンペーンっていうのがね、まあ、毎週やってるんですけども、まあ、こちらで、買い回ると最大 10% なんですよね。で買い回らないと、7% というふうになっておりますんで、買い回る方は、まあ、20%、 買い回らない方は 17% がまあ最大数っていう感じなんですよね。買い回りをねする場合は、3つのサイトをこの D 払いでね、まあ、利用すると、プラス、3% で、最大、7% と 3% で最大 10% で、まあ、合計で、まあ、20% ね、キャッシュバックキャンペーンになるっていう感じなんですよね。まあ、でもですね、これ3つのサイト買い回らないと、3% 増量するできませんので、まあ、無駄なものを買ってもしょうがないんでね、もし必要じゃない方は、まあ、7% で最大 17% の、まあ、キャンペーン利用っていう感じになるんですよね。ここからなんですけども、だからまあ私みたいにね買い回らなくて、還元が受けれるのはまあ最大 17% になるわけで、今ねほとんどやってるのは 20% キャッシュバックキャンペーンですよね。ですのでこれじゃあね還元額どうなのっていう感じですよね。ですけどもこれ D 払いなんですよね。 D 払いっていうことはですね、これにクレジットカードがね紐付けられるわけなんですよね。ですので、先日紹介したね、三井住友カードのキャンペーンもそうですし、三菱ニュー FJ ニコスのクレジットカードのキャンペーンもそうですよね。この2つをね、まあ、紐付けることによって、最大 37% のね、まあ、キャッシュバックキャンペーンにまあ成り上がるっていう感じなんですよね。うん、まあ、37% まで来たらまあいいんじゃないかっていう感じですよね。ですが、来週からね、2月の10日から au pay のね、キャッシュバックキャンペーン始まりますよね。まあ、こちらが、まあ、最大で、ね、40% が、ねまあ、実現できてしまいますので、まあ、これどうなのかっていうところもあるんですけども、おそらくですけども、メルカリにはですね、相当転売されるものはね増えると思うんですよね。一昨年あったペイペイが一番最初にやったキャンペーンの時にどっかの動画でも話したと思うんですけども、ヤマダ電機とかのねアップル商品が
まあ、かなり続々と売り切れになっていて、まあ、私もたまたま行った時にねほとんど売り切れててびっくりしたっていう経験をまあ話したんですけども、まあ、その後にねメルカリ結構私見てたんですけども、アップル商品がね結構出てたわけなんですよね。しかも、新品未開封みたいな感じで、まあ、本当にねそのキャンペーンのポイントだけをね取るために購入された方はまあ結構多かったみたいで、転売されてたんですよねメルカリで。まあヤフオクとかも もちろんあったと思うんですけども、それがね定価より下回ってたんですよね、ほとんどの商品で。 auPay のねキャンペーンはもちろん 40% 実現できて、まあすごいことはすごいんですけども、まあこれ平日から始まるじゃないですか。しかもまあ先着でね、まあ、終わってしまうというキャンペーンなんで、まあ、正直どのぐらい持つかっていうのはまあ正直始まってみないと全然わからない部分であるんですよね。仕事をされている方とかね、まあ、かなりね賛成するのは厳しいと思うんですよね、うん、この auPay でね欲しいものをねお店に並んで買おうみたいな感じはね、まあ、かなり厳しいと思いますので、金曜土曜だけなんですねこの毎週 DOB キャンペーンっていうのは。ですので、まあ、その週のね、金曜日土曜日待って、37% オフでね、購入するのも、もちろんね一つの手なんじゃないかなと個人的には思うわけなんですよね。家電量販店もね、まあ、近くにあればね、まあ、利用しやすいですけども、ちょっとアクセスが悪かったりね、まあ、今回キャンペーンがね auPay のキャンペーン始まるのは平日ですからね、まあ、ちょっと行かれないっていう方はね、まあ、こっちを狙っていくっていうのもね一つの手なんじゃないかなと思いまして、今回ね動画にさせていただいた次第でございます。2月に入ってねかなりね 20% キャッシュバックキャンペーンとかね結構いろいろ出てますんで、すごいお得期間がまあ増えてますよね。で最後になんですけども、これは全体のキャンペーンね付与されるポイントは期間限定ポイントなんですよね。で期間限定ポイントだとやはりね2ヶ月っていう縛りがありますんで、じゃあこれね何に利用するのがおすすめかっていう風になると、まあ結構私の動画でね結構解説させていただいている部分であるんですけども、 D ポイントの、まあ、この期間限定ポイントはローソンの、お試し引き換え券っていうのね引き換えると結構ね2倍ぐらいのポイント数で利用することができるんですよね。まあ私がね生放送とかでいつもね一緒に飲ませていただいているお酒とかは利用させていただいているわけなんですよね。まあそれ以外にですと、いきなりステーキってあるじゃないですか。いきなりステーキに、交換するっていうのもね一つの手なんですよね。まあこれね期間限定ポイントが、交換できるっていうのもメリットなんですけども、まあ、交換したらね、まあ、1年間延長することができますんで、まあ、この期間限定ポイントは 2ヶ月しかないですけども、まあ、そのいきなりステーキの方にね交換することによって、まあ、さらに1年ね伸ばすことができますんで、まあ、そういう利用の仕方がおすすめなんじゃないかなと個人的には思います。まあ、ちょっといきなりステーキでしか使えなくなってしまう部分はあるんですけども、まあ、なくなるよりかはいいですよね。今回の動画はね、メルカリの、D 払い、20% キャッシュバックキャンペーンね、紹介させていただきました。今回ねこのメルカリのキャンペーンなんで、これねメルカリのスマートフォンアプリをね、持ってない方はですね新規登録すると、500ポイントがねもらえるキャンペーンやっておりますんで、もしよければねコードを、概要欄に貼っておきますので、もしよければねそちらコードを入れて、ログインすると、500円分のねポイントがもらえますんで、でその500円分のポイントはねコンビニとかで電子マネー ID としてね利用することもできますし、メルカリのね商品をね500円分購入することもできますんで、もしよければね、そちらねコード入れていただけたらなと思います。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方、いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんでフォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。